抗うつ剤をやめると悪くなるのはうつが治りきってないからだって、やっぱり薬だけじゃ治んないんですよ、うう教育が悪いからだと僕は思ってますけどね。お医者さんのの教育の問題 抗うつ剤って体に悪くないですか暗い気持ちになった時に聞きますがお腹が下痢になってしまいます抗鬱剤下痢になりやすいとかあるんですか下痢より多い副作用は吐き気だと思いますけどね日本人ってね<ー>どうも胃が弱いらしくてアメリカに僕留学した頃ほいほい 抗うつ剤で吐き気を催す人ってほとんどいなかったんだけど、日本だと抗うつ剤で吐き気を催す人って、うん、若い人でも5人に1人ぐらい、年寄りだともう3人に1人ぐらいあの胃の調子悪くなるから、抗うつ剤は胃には悪いな、確かですよね。うん、多分セロトニンって実は胃酸を増やす作用もあるから、そういう意味では脳の中だけで効いてる分にはいいんだけど、そこが害なのかもしれないですよね。 昔はできないことになってたんですけど今はできるんじゃないかって説の方が強くて抗うつ剤をやめると悪くなるのはうつが治りきってないからだって。 一時期は言われてたんですよ。でも、今はやめられないっていうのが、体制とか離脱症状、ある種の依存状態になっちゃってるんじゃないかって説が強くなってるので、やっぱり2年ぐらい飲んでそこそこ安定してたらちょっとずつ減らさないとダメだっていう考え方の方が、少なくとも日本以外の国では強いですね。日本は保健料があるから、 たらたらと薬を飲ませすぎることって割と多い気がしますよね。まあ普通に処方箋バンバン出して金が入るんだから別にそれでいいじゃんみたいな。薬を医者がたくさん出すのは薬をたくさん出すほど儲かるんじゃなくて教育が悪いからだと僕は思ってますけどね。お医者さんの教育の問題。そうですそうです。例えばね、私は一応精神科医なわけですけど、日本中に82大学の医学部があるんですよ。<laughs> で、僕とかはアメリカに精神分析を勉強を3年間ほど 言ってたんですけど精神科で私みたいにカウンセリングとか精神分析とかが専門の主任教授って。 82も大学があるのに一つもないんですよ。9割は薬の研究者なのね。だから、そういう人に習うとさ、もう人間ってみんな心の病やみんな薬で治るみたいな変な教育を受けるわけだけど、まあ普通に考えてですよ。例えばレープされたトラウマだとかさ、殴られたトラウマだとか、震災のトラウマだとかさ、あるいは会社で嫌な上司がいる時の適応障害とかって、やっぱり薬だけじゃ治んないんですよ。だけど、医学部の教授たちっていうのはみんな単純な人が多くて、精神科医学部 世界の教授がみんな動物実験いっぱいやって論文書いて選ばれてる人たちだから、教授選というのは多数決ですからね。教授たちがそういう人間のことを単純に薬で治るって信じてる人たちなんですよ。 でも製薬会社と仲いい,方がいろんな研究の予算も下りてきますからね。そうです、その研究予算で自分たちが教授になれたから、要するに製薬会社と仲がいい人がトップにいて、それを教え込まれて、そういう人たちが開業するわけで、別に薬を出せば出すほど儲かるわけじゃなくて、うん、教授たちから悪い教育を受けてるからそうなるんだと私は思いますけどね。